解試験を始める前に音を聞いてくださいまだ問題用紙を開けないでください音がよく聞こえないときは手を挙げてください「天気がいいから散歩しましょう」「天気がいいから散歩しましょう」「天気がいいから散歩しましょう」 散歩しましょう日本語能力試験懲戒 n 2これから n 2の懲戒試験を始めますメモを取っても構いません問題用紙を開けてください 問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから 話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番大学で男の学生と女の学生が話しています。 女の学生はこの後何をしますか鈴木さん、こないだ頼まれたレポートのチェックだけど。あ、先輩、もう見てくださったんですかうん。再調査して対象者の数も増えて良くなったんじゃない考察も説得力が増して読んでて面白かったよ。本当ですかありがとうございます。再調査、思ったより時間がかかって。 でもやってよ,かったですよく頑張ったねうんせっかくだから結果の示し方をもう少し工夫してみたら表ばっかりじゃなくて少しグラフも入れるとかもう少しパッと見てわかるようにあはいそれにしてもこの分析方法面白いね今度僕も使ってみよう

佐藤さん、そろそろ会員向けのセールの案内を出さなきゃいけないんだけどはい印刷屋さんから案内のハガキが出来上がってきたから宛名のシールを作ってくれるかな会員の情報をまとめたファイル分かるよねあれ使って作成してあ、郵送物を希望していないお客さんにはメールで送るからシールはいらないよはい、会員情報のファイルは更新されてるんですかうん、されてるよ 個人情報だから気をつけて作業してねはいメールの方も私が送りますかまだ文章を準備してないから今日はいいよわかりました女の人はこの後まず何をしなければなりませんか 三番大学で女の学生と男の学生が話しています女の学生はこの後何をしますか先輩去年の夏休みに農業体験行かれたんですよね大学が主催してるあれ私も来週から一ヶ月行くんです何か持ってった方がいいものとかありますか保険証。 去年忘れた人がいて大変だったんだよ。コピーすら持ってきてなくて。僕らみたいな素人が農業をやるときは思わぬ怪我とかあるから忘れないように気をつけて。はい。いつも持ち歩いてます。そう。それから T シャツは多めに持ってった方がいいよ。作業着の中に着るんだけど、作業してると想像以上に汗をかくからね。作業着とか長靴は貸してもらえるよ。 よく実習生が来るからかいろんなサイズのがあったよよかった長靴買わなきゃって思ってたけど T シャツは作業着があるからいいかなって思って部屋着ぐらいしか用意してませんでしたそうそう実は去年僕健康診断を受けるのを忘れててもう少しで参加できなくなりそうだったんだよへえでどうしたんですか診断書をすぐ出してくれる病院を探してなんとか間に合ったんだけどねああ それで今年は提出が先週までだったんですね「女の学生はこの後何をしますか?」。 4番市役所の国際交流課で男の人と女の人が話しています男の人はこれからまず何をしなければなりませんか課長来月の料理教室のことなんですがああアジア料理教室の話ですね誰でも家で作れるものっていうことでメニューも決めたんですよね、ええ、講師の方と打ち合わせして 材料のリストをもらったんです。僕が材料を人数分まとめて揃えることになってるんですけど、聞いたことのない材料があって、取り寄せないといけないみたいなんですよ。その辺で買えるもので代わりにできないか、講師の先生に相談してください。難しいようならメニュー変更ですね。わかりました。作り方が簡単でも、材料が近所で手に入るものじゃないとね。そうですね。メニューが変更になったら参加者にも知らせます。 男の人はこれからまず何をしなければなりませんか五番学生の勉強会で司会の人が話しています参加者はこの後まず 何をしますか今日は大学合同勉強会にご参加いただきありがとうございますこれから世界が今抱えている諸問題についてグループ討論を行い理解を深めていきます皆さんすでにグループに分かれてますねお配りしてある名簿に丸のついている人がグループのリーダーですリーダーを中心に話し合いを進めていただきます あらかじめ皆さんに選んでいただいた課題について議論し、どのような対応ができるか、グループごとに意見をまとめて発表してください。本題に入る前に自己紹介も兼ねて、皆さんが今取り組んでいる研究テーマについて話してください。リラックスしてから話し合いに入りましょう。参加者はこの後、まず何をしますか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます一番大学で映画サークルの男の学生と女の学生があるアニメについて話しています女の学生はこのアニメのどんなところに魅力を感じたと言っていますか 桜映画祭で金賞を取ったアニメ見たんだってどうだった ?300 年前の日本が舞台になってるんでしょうん。歴史的な事実も丁寧に追ってるから、歴史好きの人にはそこが楽しめるんじゃないかな。うーん。私は自分が音楽やってるせいか、いつもはテーマ音楽に気を取られるんだけど、これ物語の展開にインパクトがあってね。なんていうか、何度も予想を裏切られて、 ハハララドドキドキししっぱなし今までは映画は音楽次第って思ってたんだけどそうなんだ新聞じゃ登場人物の心の変化が丁寧に描かれてるって評価だよねその見方は私はよくわからなかったけど女の学生はこのアニメのどんなところに魅力を感じたと言っていますか 2>, 2番空港で男の人と係の人が話しています。東京行きの飛行機の出発時間が遅れている理由は何ですか すみません。さっきの放送よく聞こえなかったんですが、東京行きの便、出発時間変更になったんですかはい。大変申し訳ございません。1時間遅れで12時15分の出発に変更となりました。えそんなに申し訳ございません。東京便として使う予定の飛行機がまだこちらの空港に到着していないんです。雪で出発が遅れまして。あ、そうなんですか。 チェックインカウンターが混んでいたのでそれで遅れているのかと思ったんですが本当に申し訳ございませんもう間もなく到着する予定でして清掃が終わり次第東京行きのお客様をご案内いたしますわかりました故障ってわけじゃないんですよねだったらこれ以上遅れるってことはないですよねはい恐れ入りますがもう少々お待ちください 東京行きの飛行機の出発時間が遅れている理由は何ですか？三番。日本語の教室で男の人が話しています。男の人はどうして。

和菓子がきっかけで日本に興味を持ち、日本語を学ぶようになりました。和菓子職人を目指していた時期もありましたが、昨年、食品メーカーに就職し、平日は仕事、週末は日本語教室に通う日々です。毎日の暮らしの中で、言葉で不自由を感じることはありませんが、職場ではまだまだ力が足りないなぁと感じる場面があり、日本語教室で学ぶことはたくさんあると感じています。 男の人はどうして今日本語を勉強していますか4番女の人と男の人が虫の飼い方について話しています男の人は 女の人の虫の飼い方の何に問題があると言っていますか の田中さん虫に詳しいって聞いたんだけどちょっと聞いてもいいどうしたのうちで子供とカブトムシを飼い始めたんだけど最近元気がなくて飼い方に問題があるのかな飼い方で大事なのは土温度管理餌の量ケースの大きさだけど何か気になることあるうーん、ケースは3匹いるから餌の取り合いにならないように大きめのにしてるんだ 温度管理は小型の扇風機もつけてるし特に日中は温度が三十度以上にならないように気をつけてて土は潜りやすいようにできるだけ柔らかいのにしてるよあわかった<え>扇風機回すと土全体が乾燥しちゃうんだ土の中にいるときに体から水分を吸収してるんだよそうなの餌の量が足りないのかなとか考えてたけどああ。 なるほど男の人は女の人の虫の飼い方の何に問題があると言っていますか 5番。市役所で男の職員と女の職員が話しています。女の職員が講演会について反省していることは何ですか 斉藤さん昨日の食事に関する講演会どうだったあ、課長今ご報告に伺おうと思っていたところですおかげさまで会場の座席が全部埋まるほどの人でポスターを掲示する地域を拡大したのが良かったんでしょうかそうか講演後にアンケートを取ったんですけど参加者の感想からは調理法など実践的な内容が喜ばれたことがわかりました 講演中も熱心にメモしている方が何人かいたので、材料や作り方を書いたものをお配りしておけばよかったと思います。今回資料は用意しなかったもんね。はい。それから今回は新しい会場を使ったんですが、先生の近くで話が聞けて良かったという声も多くいただきました。それは良かった。はい。会場の大きさって重要ですね。いろいろご意見いただけて良かったので、 アンケートは次回もぜひ実施すべきだと思いました女の職員が講演会について反省していることは何ですか ここで、ちょっと休みましょう。 また続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いいてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番。 テレビでレポーターがある鉄道について話しています。私は今、山川鉄道の山川駅に来ています。屋根のない小さな駅なんですが、可愛らしい列車が一両、発車を待っています。普段は静かな駅ですが、今日は朝から大変混雑しています。この山川鉄道、今日の最終列車の運転を最後に、 一世紀近くの歴史に幕を下ろすことになりました沿線にもその姿を一目見ようとカメラを持った大勢の鉄道ファンや観光客が集まっていますレポーターは山川鉄道の何について話していますか一運転最終日の様子 2> 2廃止される理由3利用客の増加4観光客を集める工夫 2>, 2番 テレビでアナウンサーが女の人にインタビューしています今日はペットの服を作っている山田みどりさんにお越しいただきましたよろしくお願いします今日は飼い犬のシロと一緒に来ましたシロが着ているこの服私が初めて作った服なんですとっても素敵ですねでもおしゃれが目的だったわけじゃないんですよねええシロは気温差に弱く皮膚が弱い犬で 体調管理のために服が必要なんです。でも、市販の服だとサイズがぴったりとは合わないので、動きにくいんでしょうね。着るのを嫌がって。それなら自分で作ろうと思いまして。柔らかい生地で動きを邪魔しないようなデザインにしたら、白も嫌がらずに着てくれたんです。そうですか。何枚か作ってるうちに、いろんな犬の服を作りたくなってきて、インターネットで販売を始めたら、 どんどん注文が入ってきたんです。お客様をお待たせしてしまっているのが現状ですが、一着一着、心を込めて制作しています。白も愛情に包まれて、暖かそうですね。お話、ありがとうございました。女の人は何について話していますか。一。ペットの服を作る難しさ。 ペットの体調管理の注意点ペットの服を作り始めたきっかけペット用品が売れている理由, 3>, る理由3番。 ラジオでアナウンサーが話しています今日は天気雨の現象があちこちで観察されました空に雲一つなく晴れているのに突然雨が降るというこの現象どのように起きるのか皆さん案外ご存知ないんじゃないでしょうか天気雨は雨の粒が雨雲から落ちた後に雲が消えたり動いたりしたために発生します 雨の粒が強い風で飛ばされて雲から離れたところに降ることで発生する場合もありますできれば突然の雨は避けたいものですが雨ののの粒に日の光が当たるのは綺麗ですよね同様の現象は冬にも雪で見られるんですよアナウンサーは何について話していますか 1, 1. 天気雨を予測する方法。2. 2天気雨が降る仕組み。3. 天気雨を避ける方法。4. 天気雨が多い季節。 4番テレビでアナウンサーが話しています今若葉町の中央高校に来ています去年からこちらの高校の校門の前で記念写真を撮ろうという外国人の観光客がたくさん訪れるようになりましたそれはこの高校で映画「青春ストーリー」が撮影されたためですこの映画は10年前に日本で公開され 大変話題になりました。この映画に出演していた俳優、青木拓也さんが、去年別の映画で世界的な映画賞を取ったことで、海外でもこの映画が注目されるようになったんだそうです。高校だけでなく、街のあちこちにこの映画が撮影された場所があり、ファンに大変人気があるとのことです。 アナウンサーは何についいてて話していますか 1, 1海外からこの街を訪れる人が増えた理由 2, 2この映画が日本で話題になった理由3ある俳優が映画賞を取った理由4この街で 映画が撮影された理由五番町の会議で議員が話しています昨年度の調査によると我が川中町では誰も住んでいない空き家が この10年で2倍に増えていることが明らかになりました。空き家の増加は地域の防犯上深刻な問題です。火災の発見が遅れたり、建物が古くなって崩れたりする危険もあります。そうした空き家は早急に取り壊すべきだという意見が出ていますが、再生させる道を探る方がいいのではないでしょうか。全国の例を調べてみますと、 自治体が空き家を管理し、商業施設として再生させているところもあり、人を呼び込むことにつながっている例もあります。議員が言いたいことは何ですか ?1、空き家の数を調べるべきだ。2、2> 空き家を早く取り壊すべきだ。 3空き家を活用すべきだ4空き家が増えた理由を調べるべきだ問題4問題 4, 問題4では。 問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください では始めます。一番。リーさん、昨日のプレゼンでリーさんを見直しちゃった。一。それじゃあもう一度見直してみる。二。えー、頑張ったんだけどな。三。そう、ありがとう。 2番うーんこの天気じゃ今日のお花見は中止にするしかないね。1残念だけどしょうがないね。2, 2この天気でもやるの ?3, 3中止にしなくてよかったね。 3番お客様館内での撮影はご遠慮いただけますかあお願いしていいですかすみませんダメなんですね。3> 3じゃあ遠慮なく。 4番、今日はついてないなぁ。1、1> だからつけてこなかったんだね。2>, 2、うまくいったんだ、よかったね。3、え、なんかあったの 5番課長、次の企画のリーダー、引き受けた以上はしっかりやります。1、1> 引き受けるかどうか迷ってるの 2>, ?2、うん、期待してるからね。3、引き受けて欲しかったな。 6番今日の講演会聞きに来た会がありましたね1貴重なお話が聞けましたね 2, 2講演会聞けたらよかったですよね 3, 3確かに来る必要なかったですね 7番部長出席者の皆さんもう会場にお揃いですまだ時間前ですが 1, 1そうですか私もすぐ行きます2じゃあ全員揃ったら教えてください 3, 3そろそろ皆さんを会場にご案内してください 8番田中さんみんなの前で山田くんに注意すべきじゃなかったんじゃないやっぱり言ってよかったってことだね 2> 2でも必要だと思ったから注意しろって言うならするよ。 9番。鈴木さん、午後の打ち合わせ、私抜きで始めといてもらえる ?1。何時頃いらっしゃいますか 2>, ?2。いらっしゃってから始めるんですね。3。3> 途中で抜けられるということですか 10番この旅館設備はともかくサービスは満点だねほんと設備もサービスも最高だね 2, 2設備もよければ文句ないのにね3サービスさえよければいいんだけどね 11番、青木さん、今回の新製品、青木さんの協力なしには完成しなかったよ。1、完成させられなくて残念です。2>, 2、協力できなくて申し訳ありません。3、3> お役に立てて嬉しいです。 問題5問題5では長めの話を聞きますメモを取っても構いません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番 1> 旅行代理店で、女の人と店の人が話しています。来月の12日、13日に、 森山市に行くので泊まるところを予約したいんですが森山大学で会議があるので会場に近いところがいいんですが来月の1213で森山大学の近くですねはい1万円くらいであると嬉しいです少々お待ちくださいご希望に合うところは4つあります一つ目は花旅館大学へは徒歩5分ぐらいですね 1>, 1名様1万3000円ですが温泉がありますあ森山市って温泉が有名なんですよねせっかくだから温泉があるところがいいですあはい二つ目は緑ホテルですこちらは大学まではバスで10分ぐらいですがホテルの前にバス停がありますこちらも温泉があってお一人9000円です大学まではバスですかはい 三つ目は朝日旅館です。こちらも大学へはバスで10分ほどです。温泉付きでお一人1万円です。そうですか。最後は温泉はありませんが、ホテル森山。こちらは大学まで徒歩5分でお一人8000円です。うん、やっぱり温泉がある方がいいな。大学までバスで10分ぐらいならいいか。少しでも安い方がいいから。 ここ予約お願いできますか。女の人はどこを予約することにしましたか。一。花旅館。二。緑ホテル。三。朝日旅館。四。 ホテル森山 2> 2番地域の合唱サークルのリーダーとメンバーが話しています「最近あまり熱心に練習していない人が多い」って一部のメンバーから苦情が出てるんですよ。 長くやってる人が多いから緊張感がなくなってきてるのかもしれませんねよく知ってる歌を歌うことが多いですしそうですねうん、活動場所を時々変えてみませんかちょっと大きめのホールとかに多少使用量は上がりますが音の響きもいいそうですよそうね舞台に立ってる感じになるね今使ってる市民センター三ヶ月後まで予約してあるから その後からは時々変えてみましょうか。ええ。あと、他の合唱サークルと合同練習を計画してみるとか。刺激になって練習に身が入るかもしれません。なるほど。うん、一緒にやってくれるサークルを探すのが大変ね。あの、何か目標みたいなものを立てるのはどうですか今までやってなかったけど、コンサートを企画して私たちの歌を聴いてもらう機会を作るとか。 そうね。または今までよりちょっと難しい曲にチャレンジするだけでもいいと思います。頑張ろうって気持ちが起きるんじゃないですかコンサートはメンバーのやる気は出そうですが、準備が大変ですよね。曲なら今度の練習からでも取り入れられそうですが。そうね。コンサートは一度みんなに相談してみましょう。練習の場所を変えるにしても少し先のことになりそうだから、 すぐ始められることからやってみましょう。このサークルでは、まず、何をすることにしましたか。一、練習する場所を変える。二、他のサークルと合同で練習する。三、コンサートを企画する。 4難しい曲にチャレンジする3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いて それぞれ問題用紙の一から四の中から。最も良いものを。一つ選んでください。では。始めます。三番。ラジオで男の人が話しています。緑公園では。 きれいで過ごしやすい公園を目指して様々な作業をしてくださるボランティアの方を募集します作業の内容によって4つのグループに分かれていますグループ1は花壇の手入れをします主に種をまいたり草取りをしたりしますグループ二は木の手入れをします木の名前を書く板の作成や取り付けなどしていただきます経験者の方には 枝を切る作業もお願いする予定です。グループ3は、公園内のゴミ拾いや、落ち葉掃きなどの清掃が主な作業です。グループ4は、公園で行う自然体験教室の手伝いで、小学生向けの自然観察会やミニ工作にアシスタントとして参加していただきます。各グループの活動日や時間など、詳細はホームページをご覧ください。 あの公園、いつも綺麗なのはボランティアの人たちのおかげなんだね。私たちもやってみないうん、いいね。私、子供が好きだから、自然体験教室に参加したいけど、工作苦手なんだよね。マサオさんは器用だし、工作とかも得意じゃない自分がするのは好きだけど、子供相手はちょっとな。それより、 この間テレビで植木職人のドキュメンタリーを見て面白いと思ったんだ名前とかも覚えられるしそのグループがいいな私はいつも見てるあの綺麗な花壇に何かの形で関わりたいなそれにしよっといいんじゃない掃除は苦手だよねひどい質問1男の人は どのグループのボランティアをしたいと言っていますか質問2女の人はどのグループのボランティアをしたいと言っていますか